セノージーともガクトモチャンネルのガクトでございます。そしてケン君こと佐藤健です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。前回あの T シャツをお渡しして来ていただきました。はい、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そして、サインもね、はい、先ほど書きました。書いていただきました。見えますでしょうか。はい、はい、ということでですね、うん、今回の企画はこちら、はい、ででん磁石。ずいぶんかっこいい。はい、バゲン君ドクターストーンに、はい科学っぽい感じの見た目のやつ。いやすいません、ありがとうございます。だってここにね、あなたの知力とストーンの知力、そう数はどっちだって思います。めっちゃいいこと書いてめっちゃいいこと書いてで、ルールを説明しますと、石がそれぞれ7個ずつ持ってます。はいはい、これをここにあるスポンジの上に1人1ターンに1個ずつ置いていきます。例えばこうして、僕また置いてこういう風に、ここ見たら分かると思う。すげえ、めっちゃ動く。めっちゃこう引き寄せるんで、ああっていう風につくんで、これをひっついて、ひっつかせてしまったらこれを取らなきゃいけない。自分の手元に置かなきゃいけない。これを全部置ききれた人が最終的に勝ちっていう。なるほど、相手に磁石を持たせる。そうですね、反発する面もあるんで、だからどっちが反発するのか、どっちがひっつくのかを見極めながら置いて、そして取っていく感じになります。じゃあ元くんから一個ずつ置いてってください。はい、お願いします。あ、ちょっと様子わかんないんで、とりあえず上に真ん中に。どの向きで置くかに。わあ、難しいですね。うえ、近く置くの超怖い。意外と置ける場所少ないかも。あ、もうこの辺からもう反応してるからな、なんか。あ、本当ですか。はい。じゃあカード。本当に。オセロみたいに見てきた。攻めた。お、攻めたぞ。攻めましたね。おーおーおーおお、怖い。こんなとこから動くんだ。結構。すげえ、結構はっきり動く。おお、埋めてくる。ちょっとこれマジなのにダメだわ。まあでもまだ。なんか確かになんか来ますね。反応しますよね。あ、でもこれで。あの、おにぎりに梅干し入れるんじゃないんだからさ。そうあー、でもこの辺怖いな。おおおおおおねえ。結構だからもうなくなってきてんの。僕あと2個ですよ。マジマジ。ああやられた。きた。ああマジか。あー、でもちょっと待って、ここで慎重にならないといいんだよな。向き的に。ああ、いた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 。ラス1ラス1。いや、マジこれ置けねえぞ。え、これ本当にいける？うわ、おお、動いてる。すげえ、生き物見て。めっちゃ試行錯誤してる。ああ、またもう5個。大丈夫、いけるいける、俺ならいける。勝ったー。嘘でしょ。よっしゃー。科学の力を信じてるので、僕は。科学とは全然。じゃあ、負けちゃったけどね。前編でもね、僕3本勝負本番じゃなかったとかいう話にしてあげたし。あ、仕方ないかな。あ、仕方ないかな。うわー、いや、返されたな。3本勝負でいこう。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ次僕からやっていいですか。はい、ぜひぜひ。2回戦スタートだ。お願いします。ど真ん中行くの。うわー、行くな、いきなり。意外とこういうのって隣とか。え、おー、攻めた攻めた、いけるいける。お互いに攻め合う展開に。いや、でもそこ行かれたらなんか悔しいからここ行きたくなる。おお、いけたー。何その、おお。あ、でも今そっち向いたってことはここ置けるってこと。あー、でも今数的にそっか、ガクさんが先に置いてるからどっかで攻めないといけないってことか。うまくできてんなーこのゲーム。攻めるな、そこ行く。本当に。あー、ちょっと。ありがとうございます。はい、一発なんですね。はい、どうぞ。どっかで取らせないと。僕はあと2個。あ、え、そんなすぐ行く？いやー、これは僕勝ったかな。出てきた。クス、また出てきやがった。いやー、これは僕勝ったかな。いやー、あ、あ、攻めないと。あの、僕1個なんだの残り。いや、俺攻めたとて。いや、でも、いや、でも行くならここら辺に1個置いて。置いてくれるかもしれないですよ。置いてくれるかもしれないですよね。そうですよね。そんなことしない。あえてここはもう俺の勘を働かせて、近くに行くけども絶対取らないところ。ここだな。完璧。ああ、よし、来た。乾杯です。これはもう乾杯です。いや、くっそ。最後の決戦、まあ今1対1なんで、ラスト
加藤勝ちじゃないですか、はい、ちなみに手持ち7個でやってるじゃないですか、はい、1個ずつ増やして8個にしましょうか。8個か、変わるかな、か埋まるスペースが。あ、そっか、1個その最終的に使わなきゃいけない数増えるので、さっきのとまだ余地がありましたもんね。うん、じゃあ最終決戦ってことですね。はい、よし、お願いします。まあ真ん中からかな、最初は。そういうことされると悔しいけど、塩梅はちゃんと狙う。うん、次は勝ちに。ほい、うわー、これはオセロスタイル始まったぞ。そっか、角を受けるのが意外とそっち側っていう。これ怖いなー、これ怖いなー。いや、とりあえずここだな。お、そっか、石自体が大きかったりちっちゃかったりするから。あー、もうちょっと考えておけばよかった。なんか占い師みたい。すげー確認するじゃないですか。ここだ。おお、あー、これ怖いな。これも勝つための策ですか。あ、もしかしたら石の大きさとかもあるのかも。ありますね。めっちゃ言ってましたよ、さきさとさん。あら、セリフ取られちゃった。待って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 、危ない危ない、あぶない、動いたね。あぶな、あぶな。お、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 くんなよお前。はい、お、いいじゃないですか。まあ、もう何この動き。うわー、これ難しいぞ。手段は選んでられない。やべえほどいい位置を小さな石で置いていく。おお、いいじゃないですか。もう本当に慎重にやってる。もうくっつけー、そのまま置かずに。ちゃんと確認して。待って、俺も真似しよう。あ、おお、おお、そういうのもあるんだ。あ、でも今そっち傾いたから反発してる。お、お、お、あ、反発してくれた。あ、でもダメだ、ぐるんって回る。ぐるんって回る。うわ、やばいぞこれ。どっちも反発せよ。あ、そっち行く。いや、危ないんじゃない。臓器ですわ。こことか。あ、でも、あ、でも、いいんじゃない。お、あ、いけた。やったー、しゃー、マジか。よし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 、来た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 。俺はでもここに置くよ。これいけると思う、きっと。飛んでけ飛んでけ飛んでけ、もう飛んでけ。動いてる。埋めたぞ、この人。この人埋めたぞ、今。力技。いや、埋めてないけどな。待ってよ。うわー、お前、もうお前ハーレムやな。囲まれてね。お、あ、ダメ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 。ちょっとこっちも試してみようか。あ、反発した。ってことは、お、お、あ、いけた。いた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 。マジか。でもやばい、あとこれでガクさんがくっついてくれないぞ。見てください、残り一つなんですよ、僕。まあこれで多ければ俺の勝ちだな。くっついて、くっついて、負けたくない。ああ、なるほどね。なに、ほうほう、何のパワーを感じているんだ、ガクさんは。ここに置けばいいってことか。こういうことな。嘘だ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 。よし、マジか。よし、うわー、すげえ。これはもうシンプルに感服いたしました。これすげえ。俺絶対ダメだと思いましたもん。めっちゃハーレムしてたもん、この子。科学のプロフェッショナルに勝ちました。ありがとうございます。あー、マジか。そっか、前回に引き続き負けてしまいました。だけどこれが勝負ですから。そうですね、しょうがない。はい、あれ、これって何かあるんでしたっけ。何かありますか。ありました。おかしいな。え、あれですかね。僕一応特技にマッサージあるんですけど、おう、
あれだったらちょっとだけやりましょう。お学さん、あの日頃忙しくてお疲れかもしれないので。なんでもマッサージ得意なんですか？まあ、小学幼稚園から剣道やってたんですけど、そこから、高3までやってたんですね。14年間か。で3段までやったんですけど、その間に13回ほど骨を折りまして。いや、やばくないですか？だから13回。ですね、まず足の親指と小指、多分両端全部やってるんですよ。怖え、なんで？手もこことここと、こことここか。なんで？あと親指もいって。なんで？小指もいったかな。あとどこやったっけ。そんなに？でもなんかそれ半分は剣道で、そのまあ、踏み込みの仕方が僕悪い癖で、かかとから踏み込んじゃう癖があって、それで割っちゃったりとか。いってー。あとは相手と戦ってる最中に、あの吹っ飛んじゃって、相手が後頭部から落ちそうだったんで、あーねーと思ってたらビーン、いやー怖いっちゃったりで、その折れた状態でアドレナリン出まくってたんで、その状態でめっちゃ戦ってた。嘘だろ。いや、もう半分はアホな理由で折ることが多くて、格闘技見るのが好きで、その総合格闘家のミルコ・クロコプさんっていう人がいたんですけど、はいはい、左ハイキックがすごいかっこよくて、うん、家で真似してたらタンスの肩にぶつけて左親指折って。いや、やめてよ。で、球技大会でサッカーやってたんですよ。あ、俺の前にボールだ、キーパーと1対1だっつって、サッカーのボール蹴ろうとしたら地面蹴っ飛ばして足の右の親指折って、同じ日 にあの親指2箇所折って。本当に嘘でしょ。で、それで整形外科行きすぎて、 お前怪我しすぎだからスポーツマッサージとか教えてやるからってことで教わって、そこから独学で、結構それこそ YouTube の、 あのマッサージ動画とかめちゃめちゃ、人に何かするのがすごい好きなので、まあ、直接的に何かできればいいなと思って、独学ですけどちょっと覚えて。エピソードが強すぎる。マジか。これはもうやりますよ、うん、いや、いいんですか？いいですよ、全然。ありがとうございます。人にするの好きなので。ありがとうございます。まあ、でも簡易的にやります。すごいな。よくやらうんですか、人には？了解。なになになに。まあ、まず普通に。ほうほう。あー、いや、いいっすね。はい、あ、もうこの辺とか。うわー、すごい。あー、すごい、なんか効くわ。おお。そうなんですよ。おおおお。そうなんですよ、この辺とかもうこうで、あとこう。おー。うわ、めっちゃ張ってる。おー。つい。おお。ほお。なんか強くないかい。あー、痛いんだよな。この辺よくほぐして、ってことで、皆さんよかったら、グッドボタン、痛いあと近づいてくることも痛いお願いします。痛いうわっ。めっちゃゴリゴリ言ってる。お願いします、チャンネル登録。あと、あのガクトもニコニコチャンネルプラスじゃないや、間違えた。ガクト、あーガクトもチャンネルプラスお願いします。ってことで、また次の動画でおいでたたー、失礼しましょう。またねー。バイバーイ。よほー。あ、痛い。チャンネル登録よろしくねー。